り募集したマリオメーカー2の夏休みコースのことね。って嘘でしょ、170コースじゃなくて、なんなん1700コース すごい数じゃにゃーい。たくさん紹介したいから早速行くにゃ。まずはじゃがいもモンスターさんのテレビゲームで夏休み。わあ、テレビの中に入っちゃった。そう、キラーの砲台で周りを囲むことでちっちゃなテレビ画面で遊んでるみたいで面白いにゃ。こんなに狭くてもちゃんと遊べるもんなのね。そこは職人のセンスだにゃ。お次は S さんのパックン森のウェーブコースター。すごいすごい、波に乗って気持ちよさそう。ドクロリフトを並べた波の表現、そして遊んで楽しい絶妙なコース設計がお見事。お次はマガトロさんのワクワク夜の夏祭り。祭り林に花火、盆踊りの矢倉まで、すっごい楽しそう。お祭りワクワク表現がとっても上手な上に、出店に入ると遊び応えのあるミニゲームまで用意されてるんだにゃ。続いてコナさんの夏休みの絵日記。これはまだ未完成の絵日記の1ページ。下のこれが字を書くところの縦線ね。中に入ってその日あったことをゲームで体験。これ何かわかるかにゃ。白いのが削られてお皿に盛られてく。これもしかして、そう、かき氷を食べた日の思い出、完成だにゃ。赤いのと緑のはシロップだったのね。お次はアンディさんの探検お化け屋敷。夜の効果で周りが暗いから余計に怖いにゃ。うわ、危ない。ゴール条件になってるジャンプ台を手に入れて引き返すんだけど、あ、見つかっちゃった。そう簡単にはゴールさせてくれなそうだにゃ。お次はシグマさんの夏休みの昆虫採集。捕まえる昆虫が花ちゃんなのね。そう、ステージの謎を解きながらたくさんの花ちゃんを捕まえるコースなんだけど、ギミックと花ちゃんの使い方が絶妙なんだにゃ。ちょっとちょっと、捕まえすぎじゃにゃい。最後はナナホさんのジャングルで川下り中級。タランに乗って水の上を進むのが気持ちよさそう。爽快感とスリルが詰まったとっても楽しいコースだにゃ。駆け足で紹介したけどどうだったかにゃ。ほんとみんなアイディアがすごいわね。力作ぞろいで全部紹介できないのが本当に残念だにゃ。気になったコースは映像中のこの ID を入力してぜひ遊んでみてほしいにゃ。たくさんのご応募本当ににゃんきゅーでした。次に紹介するのは任天堂スイッチマーベルアルティメットアライアンス3ザ・ブラックオーダー。マーベルのヒーローたちがチームを組んで冒険するアクション RPG だにゃ。マーベル？マーベルはアメリカのコミック、いわゆるアメコミの出版社で数多くのスーパーヒーローを生み出してきたんだにゃ。例えばアイアンマン、スパイダーマン、ウルバリン。映画になったりもしてるわね。マーベルアルティメットアライアンス3ザ・ブラックオーダーではいろんなコミックスのキャラクターがクロスオーバーしてゲームオリジナルのストーリーが楽しめるんだにゃ。夢のような作品ね。たくさんのヒーローから4人を選んで自分だけのチームを結成、敵であるヴィランをやっつけていくんだにゃ。どのヒーローも強そうで選べないにゃ。そんなネコピーチのために一部のヒーローを紹介。まずはアーマーを着て戦うアイアンマン。ヒゲが大人って感じでかっこいいわね。天才で億万長者と隙なしにゃ。バトルでは空中を飛びながら多彩な武器で戦うにゃ。お次はスパイダーマン。雲の力で戦うおしゃべりなヒーローだにゃ。身軽なだけじゃなく口も軽いのね。雲ならではの糸を使ってジャンプしたり飛ばしたり
トリッキーな動きが多いんだにゃ。どこからこんなに糸出してるの？そしてロケット&グルート、アライグマのようなロケットと植物のグルートのデコボココンビ。ロケット可愛らしいわね。だけど喧嘩っ早くて口が悪いんだにゃ。銃を使いこなすロケットと体を変化させて戦うグルートはどんな状況にも素早く対応できるんだにゃ。さらにミズ・マーベルことカマラ・カーン、自分の体を変化させる元気な女の子。うわ、大きな手。巨人のように大きくしたりゴムのように伸ばしたりして広範囲を攻撃できるにゃ。最後にゴーストライダー、炎に包まれた骸骨頭のアンチヒーロー。ヴィランじゃないの？チェーンを使ったリーチの長い攻撃や炎を使いこなすにゃ。さらに愛車の炎をまとったバイクで突撃。他にもキャラクターはたくさん、気になる人はホームページで要チェックにゃ。最大4人でローカルプレイやお裾分けプレイ、オンラインプレイといろんな方法で一緒に遊べるから、みんなで協力して宇宙を救うんだにゃ。マリオ博士でゃ、ゼルダ博士への道でゃ、ゼルダの伝説について詳しくなってゼルダ博士になっちゃおうっていうこのコーナー。今回はケイデンスオブハイラルクリプトオブネクロダンサーフィーチャリングゼルダの伝説を徹底調査でや。タイトル長すぎ。よく見るとゼルダの伝説ってついてるにゃ。いいところに気がついたでや。このゲームはリンクがここハイラルを舞台に冒険するゲームなんでや。だけどいつもと様子が違うわよ。にゃんだかリズムに乗ってる？そう、リズムに合わせてアクションするのがこのゲーム一番の特徴なんだよ。リズムに合わせてほっほっでやでや。ノリノリじゃにゃい。逆にリズムに乗れないとどうなるのかにゃ。思い通りに動けないし一気に敵のペースになって、あーやられちゃった。難しいと思ったらリズムを気にせず行動できるノービートモードもあるんでや。リズム感に自信がなくても安心ね。リンクの他にも旅人ケイデンスやゼルダ姫を動かすこともできるでや。魔法も使えちゃうのね。二人でも遊べるの？まるでセッションみたい。他にもゼルダシリーズでおなじみのものがいっぱい。アイテムや仕掛けに謎解き。わあ、ボスまで。よーし、リズムに乗りつつやっつけるわよ。ケイデンスオブハイラルクリプトオブネクロダンサーフィーチャリングゼルダの伝説は任天堂 e ショップで配信中。みんなもぜひ遊んでほしい。で、放送はここまで。今回は大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの写真コンテスト、スマブラが登場の投稿作品をディレクター桜井さんの一言コメントと一緒に紹介しながらお別れにゃ。